ひたわしの君よ、末永く幸あられますよう。1392年建国以来、李王朝500年の歴史を守り続けてきた王宮京北郡。首都ハニャンの設計者チョンドジョンにより命名された京北郡。この宮の主である王の一日が始まる。神殿のカンリョンジョンで軽く間食を食べ、太后様がいらっしゃるチャギョンジョンに出迎い、ご挨拶申し上げ、カンリョンジョンに戻り、朝食を済ませると本格的に王の日課が始まる。ヒャンオムンを通り、政治的な空間へと。クンジョンジョンは現存する韓国最大の木造建築物として、京北郡の中心であり、李王朝の象徴だ。ここでは月に一度、全神下が参席する朝会をはじめ、さまざまな公式行事が行われた。王の執務室であるサジョンジョン、サジョンとは王が深く考えて政後の判断を下し、民を思いやるという意味で、学問を学ぶ教演やその他の国務に関する会議が行われた。また外国の使臣を接待したり、国の祝い事をするときには、京北郡の花キョンフェルの池で宴を開き、船遊びを楽しんだ。特にキョンフェルの人工池は自然に優しい工法で設計されており、機械的な装置がなくても年中きれいな水が流れた。遅くまで執務をした王は、チャギョンジョンで太后様に夜のご挨拶を申し上げ、トングンによりセジャと会った後、王妃が暮らすキョテジョンで夫婦の情を交わしたり、側室たちの居所に行き、やっと休息を取ることができた。遅くまで明かりが消えない宮廷の夜、民の父であり国の主である王が暮らす空間、李王朝の西宮京北郡は文禄の役の傷を克服し、朝鮮の王室文化の精髄であり韓国を代表する名所として600年首都ソウルの歴史を守ってきた。京北郡、李王朝の西宮として国家の攻防盛衰を共にしてきた歴史を描写した曲。